この動画はルアーメーカーを立ち上げた大学生が古民家をルアー工房に改修する動画です。前回は設計室と製造室にそれぞれ作業スペースを作りました。今回は寝る部屋、そしてご飯を食べる部屋を作っていきます。最終的にはこの状態を目指しています。それでは作業を始めます。 えー、この押し入れなんですけども、ここはですね、もともとゴミが、えー、詰まっていまして、それをこうなんとか取り出した状態なんですけども、えー、まあ、よくよく見ていくと、えー、壁がかなり崩れてる、まあ、土壁なんですけど、えー、それがだいぶもう崩れてきてるのと、まあ、えー、穴、穴、隙間が、えー、だいぶ空いてることとか、あと天井が一部傷んだりとか、あと、この家、吉吹、 わらぶきまあ、ないしはかやぶきなんの家なんですけども、その上の屋根の材が、えー、腐って、えー、こうパラパラと落ちてきてるんですけども、まあ、その、それを天井の板が、こう受け止められてない状態が、この押し入れはですね、特に顕著で、ま、なんもしてなくてもこう上から何かが降ってくるみたいな、えー、そういう状態なんですね、ここが。で、えー、まあ、そういう状態で、 まあ、ここどうしていこうかと考えたんですけども、まあ、壁の修理とか、まあ、天井の修理とか、まあ、そういうことに、まあ、挑戦してみるのも、まあ、いいかとは思ったんですけども、まあ、まあ、こんな家なんですね、その、まあ、すべてをこう、うまくやっていくっていうことを、こう、頑張っていくよりはもう、え、捨てるとこは捨てて、もう、塞いちゃった方が、え、いいんじゃないかと思いまして、え、今回はですね、 この石膏ボードを、ここに枠を取り付けて、そこに打ち付けて、ここをもう完全に壁にしちゃいたいと思います。 この部屋の、えー、畳からの、えー、こっちと同じような、えー、木への遺体、えー、の張り替えを行っていこうと思いますはい、えー、これで畳が剥がし終わったんですけども えー、一つ衝撃の事実が、えー、発覚しまして、えー、ここ、畳じゃなくて、えー、板が張ってありました。どうやらこの、板の上に、えー、この、ゴザがかけてある、という状態だったようです。で、えー、これも、まあ、汚いですし、も、ま、う、あ、その、釘とかが、えー、飛び出てて、ちょっと危ないので、もう全部、ひっぺがして、で、えー、っと、こっちと同じ状態にして、えー、板を張って、 でこう。それを状態にしてから板を張っていこうと、えー、思ったんですけども、えー、なんとまた衝撃の事実で、えー、この木の下ここの木の下も、えー、この板の下もこう同様にこれが、えー、こっちと同じような板があると思ってたんですけどもどうやらこことかを見る限り、えー、ここで切れてるんですねだからこれを剥がしたらですね この板を剥がしてしまいますと、もう下、これ地面なんですね。うん、この床下からも、えー、確認したんですけども、えー、これが、この上に映ってる板が、この板ですね。だから、この板の下はもう、ここなわけですよ。この地面なわけですよ。で、下にその値段とかが入って、 ってなくて、あ、あれ、基礎崩れてますね、あそこ。外れて。だから、この辺を強く踏むと、バコーンっていっちゃうかもしれないですね。気をつけましょう。で、えー、なんで、えー、これはちょっと、えー、外すことができない。ということで、もうこれをですね、残しまして。ここも綺麗にして、えー、これはこのまま使っていって、で、こっちの方、 こっちの方だけ、えー、向こうの二部屋と同じように構造用合板を、値、え、段、ー、を組んだ上に貼っていこうかと、えー、そういう作戦でこっちは行こう。 はい、えー、掃除が終わりまして、えー、物を運び入れました。はい、えー、こんな感じになりました。えーまあ、このインテリア、インテリアのですね、まあ、こだわったポイントは、やっぱこのテントを、えー、うまく組み込んで活、えー、かすことですね。やっぱ結構存在感がどうしてもこう出てしまうので、それをこううまく、えー、部屋の中に収めること、えー、これを意識いたしました。